こんにちは、ゆうかおすです。ウクレレ単簧53はですね、久しぶりに他人のふんどしで相撲を取るシリーズになります。埼玉県は草加にお住まいの深崎さんよりお借りしました。深崎さん、いつもありがとうございます。で、今回ご紹介する機材ですね、エフズウケの型番 KT-01UK になります。こちら単板ハワイアンコアのテナーサイズモデルですね。特に変わり木が全く入ってない、スモクと言われるハワイアンコアの材を使って、比較的手頃な価格でオーダーできるモデルっていうことになっています。なおですね、F 図ウケは埼玉県入間に工房構えておられる、古林達郎さんが制作されるブランドですね。で、基本的にはオーダーメイドで制作されておられますけれども、大手のウクレレショップで、レディメイドの在庫を置いてあるお店もありますんで、機会があればチェックしてみてはいかがでしょう。F 図形の URL は説明欄の方に載せておきますね。さて、では全体をじっくり眺めてみましょうね。はい、では各部の紹介です。先に述べました通りですね、サイズはテナーサイズになります。ボディはですね、オール単板のハワイアンコアですね。で、ネックがマホガニー、14フレットジョイントの19フレットまで。で、指板とブリッジはローズウッド、サドルおよびナットは牛骨が使われています。で、ポジションマーカーはですね、ご覧の通り省略されてまして、サイドポジションマーカーがこんな感じで入っています。ヘッドはですね、ダブルスロテッドヘッドで、ハワイアンコアのツキータ、これ2ミリのツキータ使われてますね。ブランドロゴはアバロンですね、これ。で、ペグはゴトのものが使われています。で、弦はロージーのセットが貼られてますね。塗装はラッカー系で、サテンの仕上げになっています。で、これピックアップ内蔵されてまして、内部に貼り付けるタイプのカスタムピックアップですね。エンドピン兼用のジャックが、設置されています。で、ネックヒールのストラップピンですね、これ深崎さんがご自身で取り付けられたそうです。はい。で、次に個体のコンディションなんですけれども、12フレットの弦高が 2.5 ミリ、1フレットの弦高が 0.6 ミリですね。テナーとしては標準的なセッティングになっていると思います。で、オクターピッチも先ほど測ってみましたけれども優秀ですね。すべての弦でプラマイ5セント前後っていうところです。では、サウンドチェックに行ってみましょう。
ピックアップの出音もちょっと試してみましょうね。で、使用するアンプはですね、おなじみの THR5A ですね。こちらを使っていきます。で、セッティングなんですけれども、マイクタイプはフレンドノブをダイレクトにしちゃうので、マイクタイプ効かないんですけど、一応念のためコンデンサーにしておきますね。で、マスターを十字の方向、トーンセンター、エフェクターは、両方ともオフにして、ボリュームは12時の方向。これで弾いてみます。はい、ロージ仕様の機材のレビューってすごく久しぶりなんですけども、ハードストロークだとちょっと G 弦バズっちゃってましたね。すいません。まあこの機材を買う人はこんな乱暴な演奏はそうそうしないとは思うんですけどもね。うん。あと、ロージーのおかげもありますけども、出音はかなり大きいです。うん。ボディが良くなってますね。やっぱりこの F 図形のボディデザインですかね。このブリッジが、この太鼓のど真ん中に来るっていう、このデザインが音響特性上もすごく有利な点になってるんだろうというふうに思います。あとですね、これ、コア材の機材ではありますけれども、まあ、テナーのロージーっていうセットになってるので、カリッとした感じの音色には聞こえないかもしれません。うん。ただ、ピッチが安定してサスティンの長い、まあ、ソロ演奏向きのサウンドキャラクターだなというふうに思いました。では、詳しく見ていきたいと思います。すごくシンプルなモデルに仕上がってるんですけども、全体的な作りや仕上げについてですけども、やはりいいですね。無論そのフレットのバリなんて皆無ですよ。っていうかですね、指板のエッジそのものがこうすごく滑らかに面取りされてて、ちょっと画像で見えるかどうかあれですけども、ネックの握り心地最高ですね。ずっと握りたいなって感じです。他にも、量産モデルと違って気を使って作られたんだろうなっていう、そういう品質の高さが感じられますね。例えば、ブリッジの形状なんかは、まあ、割とシンプルな形状なんですけれども、このサドルの前後がこう滑らかに面取りされてるの分かります？こうした方が分かりやすいですかね。ね、この、ここの、ラインと、ここのラインと。要所要所にすごくセンスよく加工されてるんです。例えば、ヘッドのスロットの加工とかもそうですね。パッと見だとわかんないかもしれないんですけども、このスロットの股の部分、ここすごいんですよ。量産のウクレレだったら、このスロットの部分ってこう、スパーンとまっすぐに、ストレートに、削ると思うんですけども、この機材はですね、こんな感じで放物線を描くように削られてるんですね。このスロットの部分が、これ見る人が見ればわかるっていうか、これぞハンドクラフトって感じですかね。映像だとちょっとねお伝えしづらいんですけど、この光の当たり加減でわかりますかね。放物線を描いてスロットが削られてるんです。こういうの美しいですよね。で、この個体のトップ材の厚み 2.0 ミリでした。単板ウクレレとしては標準的な厚みだろうというふうに思いますけれども、これテナーサイズの割にボディがかなり軽く仕上がってるんですよね。そういう意味では塗装面がかなり薄くなってるようです。で、ウクレレの重量を測ってみましたけれども、 635g でした。ピックアップやエンドピンを外したボディ本体だけだったら、おそらく 600g は切るんじゃないかなと思います。
ボディの周りがいいのは、ボディを軽く仕上げてあるのも大きいと思いますし、先ほど申し上げましたように、この氷炭の太鼓のど真ん中にこのブリッジが置いてあるっていう、この F 字受け独特のデザインですね。これも、かなり効いているポイントだろうというふうに思います。その上で、内部の作りもすごく丁寧に作られているんですよね。ちょっと光っちゃって見えづらいと思うんですけども、ブレーシングやライニングもしっかり作られてますし、仕上がりも綺麗です。こういう点もハンドクラフトならではというふうに思いますね。ちなみにですね、エンヤの M6 のコンサート EQ、あっちも重量測ってみたんですけれども、685g ありました。コンサートなのにテナより 50g 重いっていう。エンヤ M6 はヘビー級ですね。うん。あと、このロージーのセットなんですけども、1、2、3弦がフロロカーボンの釣り糸を使ってるそうです。で、4弦ロージーですけれども、ロージー弦、これクラシックギターの弦を利用しているそうですね。で、テナーサイズなのでテンション感はそれなりにありますけれども、1弦側の弦高がかなり低めにセッティングされているので、大弦はそんなになんかきつく感じないですかね。うん、弾きやすいセッティングになっていると思います。ただその釣り糸っていうんですかね、その、例えばそのこの1弦、1弦は普通のフロロカーボン弦に比べると、少しばかりゲージが太いように感じますね。うん。ウクレレがしっかり鳴ってるのは、この弦のこうゲージ選びというか、セッティングも関係してそうです。まあ、釣り糸を恐るべしという感じでしょうか。そうですね、このウクレレは、あらかじめロージー弦専用でオーダーされているので、サドルもそれに合わせて加工がされています。まあ、これ画像だと分かりづらいと思うんですけども、オフセットサドルなんですけども、3弦、4弦はこう、後ろ目に目いっぱい下げてあります。で、2弦がセンターから少し下がったぐらいのところで、1弦はサウンドホール側にオフセットされてます。分かりにくいんで図にするとこんな感じになります。最近のウクレレは、1万円ぐらいの価格のものだったら、大体はオフセットサドルで組まれてますけども、基本的にハイジ用のチューニングがされたオフセットサドルなんですよ。図にするとこうなんです。うん。で、この機材のオフセットサドルの形が、今先ほどご覧いただいたこの形ですよね。要するにハイ G だと1弦と4弦が、細いのでそれに合わせてあるんですよね。それをそのままロージ弦張ってもゲージが太くなるんでオクターブピッチ合わなくなっちゃうんですよ。我慢して弾くかサドルを交換した方がいいですよね。なのでこれから皆さんがウクレレをオーダーする場合はサドルを2つ用意してもらうっていうのも手じゃないかなというふうに思います。ハイ G 用のオフセットサドルとロージ用のオフセットサドル、うん、弦ってほら割と気分で変えたくなっちゃうじゃないですか。ロージーにしたくなっちゃったなとか、うん、ロージー飽きちゃったんでハイジーに戻したいなとか。だったらそれぞれのサドルを、まあ、オーダーするときにあらかじめ用意しておいてもらった方がいいかなって。すいません、脱線しました。ちょっとレビューと関係なかったですね。で、ネックの幅なんですけども37ミリですね。標準的な太さです。で、厚みはですね、少し薄いというか、平たい感じのネックですね。この馬の背部分が平たくなってる感じの。うん。なんで印象としてはですね、マーチンやフェーマスのネックの形、形状をイメージしていただければ近いと思います。ちなみにこのネックの幅とかですね、厚み。これはその、チャージなしでカスタマイズできるそうですね。つまり今申し上げたコメントは、標準モデルの場合、こういうネック形状です。ってことになります。でですね、カスタマイズの話出ましたので、オーダーモデルについてちょっと解説をしておこうかなというふうに思います。ちなみにそのオーダーモデルって言っても完全にゼロから始めるわけじゃなくて、標準仕様のベースモデルがあるんですよね。うん。で、ベースモデルの仕様に対して、ここをこう変えるとか。例えば、これ19フレットまでですけど、20フレットまで作ってくれとか。まあ、そんな感じで、カスタマイズを入れていくんですよ。うん、そういうのをルシアさんと相談しながら、仕様を決めていく。まあそういうプロセスを通るということですね。で、何もカスタマイズを加えないベースモデルの基本価格は、12万円からということがそうです。なおですね、この個体の主なオーダー箇所は、ヘッド、ポジションマーカー、ボディ装飾、で、あと持ち込みパーツの取り付けという4点だそうですね。で、これヘッドはスロットヘッドヘッドですけれども、うん、ベースモデルだとプレーンタイプのヘッドが標準だそうです。
スロテッドヘッドに仕様変更することでプラス5000円のアップチャージだそうです。でヘッドのブランドインレムですね、本来は、古林さんのお名前、古林っていうローマ字のロゴが入るそうですけども、F マークに変更されたそうです。ポジションマーカーはですね、本来ドットインレイが入るんですけども、あえてレスオーダーされたそうです。でボディ装飾も、レスオーダーで何もないシンプルなものにされたということですね。標準だとロゼッタとかバインディングとかが入るようです。このギアチューナー、後藤のギアチューナーと、内蔵されているピックアップですね、血栓がちょっと見えるかなと思うんですけども、それは深崎さんの持ち込み品を組み込んでもらったと、設置いただいたということだそうです。オーダーモデルはですね、自分がこういうクレーが欲しいっていうイメージを形にしてもらえるっていう楽しみがありますよね。もちろんそれなりに費用もかかりますけれども、有名ルシアさんが作ってくださる一生もののウクレレが手に入ると考えれば、12万円からって、ありなんじゃないでしょうかね。なので、気になる方はですね、メールとかツイッターの DM なんかで古林さんに問い合わせをされてみてはいかがでしょうか。お気軽にお見積もりもいただけると思いますよ。でこの KT01UK、カスタムオーダーのモデルとしてはですね、かなりお手頃な価格設定になっていると思いますね。12万円って価格は、カスタムオーダーのウクレレのスタートの金額としては、非常にお手頃な価格なんだというふうに思います。で F 付けの中でも手に入れやすいモデルになるわけですけども、そのポイントはですね、このスモクのハワイアンコア材ということになると思います。ハワイアンコアって聞くとバリバリにトラモクが入ってて、それだけで非常に高額な印象がするじゃないですか。ただコア材の場合はですね、カーリーの入り方、トラモクの入り方で値段がこう全然違ってくるんですよね。でこの機材に使われているようなスモクのハワイアンコアはですね、安価に手に入れやすいんだそうです。要はハワイアンコアの資源が枯渇してみたいな話もありますけども、あれは要するにその高く売れるんで、売らないで取っとくとか隠しとくみたいな人がたくさんいるんで高くなってるってこともあるらしいんですよ。なのでこういうそのカーリーの入ってない普通の、普通っていうかスモクの材であれば普通に流通してて手に入れられやすいってことだそうです。あとちょっと脱線しちゃうんですけど、木はですね、こうまっすぐ育つのが本来の姿なんですよね。木材、周りの木よりも少しでも早く伸びて、高く育ってたくさんこう葉っぱを広げてですね、太陽光線独り占めしたいっていう、それがその本来木が持っている本能なんですよね。でカーリーが入った材は確かに美しいんですけれども、要するにまっすぐ伸びられずに何らかの理由でこう木目がうねった状態、それが木なんですよね。例えば植物学的に言うとっていうか、そんな感じで、で楽器に使う木材素材として見た場合、素材としてのその均一性が低い木入りの材よりも、もう柾目で均一性の高いスモク材の方が楽器の音響特性は高いっていうふうに思うんですよね。もちろんその楽器はですね、嗜好品としての見た目も大事ですから、どっちがいいとかどっちが悪いとかっていうつもりはないんですけども、そんな考え方もあるんじゃないかなと思うんですよね。音響特性を重視するんであれば、木のないスモクのものを買って、そういうのはありかなというふうに思います。はい、後半ちょっと脱線しましたけれども、本日は草加にお住まいの深崎さんよりお借りをした F 付けの KT01UK スモクのハワイアンコアのテナーウクレレをご紹介させていただきました。参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。